はい、今、藤田美桜講演会終わりまして、先日もね儀式、大成功に終わって、次の対戦相手、ヒーローで永井光也、もうね再三にわたって再戦で続いてるんでね、次こそねどっちが本物のチンコか、どっちがチンコにふさわしい男なのか、それをね白黒はっきりしたいと思います。まあ風貌から言ってね、多分あの風貌だと子供がやっぱ怖がって近づかないですね、それなら、自分がね子供たち、お年寄り、全ての人たちに好かれる、そんなファイトスタイル、そういったものをね見せるために、そしてチンコをもっと世の中に広げるために、必ず永井光也倒したいと思います。以上。